久しぶりです、黒子です。今回結構俺の車変わってる。変わったといえば変わってるけど、パッと見だと、パッと見でも分かる人は分かる。フェンダーでしょ。あ、そうそうそう、フェンダー、フェンダー、これこれ、これは分かった。やっぱ最初は違和感なかった。違和感なかったっていうか、最初は気づかなかったっていうことでしょ。正解。でもよく見ると違ってたっていう。そうそう、と、うん、これ降りるまで分かんなかったけど、ボンネット、そうそうそう、以前もねちょっと黒にしてたんだけど、まあちょっと全然違う、でしかもカーボン、そうそうそう、カーボン、昔はカーボン調のデカールを貼ってた。そうそう、デカールを貼ってた。今回はもう思いっきりカーボン。全然最初は気づかなかった。で、このね、目が綺麗でしょ、これ。そう、褒められても。いや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 、あ、こっちは、あのね、こっちのね、こっちの方褒めてるよ。これね、あや折りっていう折り方で、あやそして泳ぎに行きたいぞ。どこに？知らねえ。今回の集まり、まあ、また黒子くん来てるんだけど、やってます、まあ、どうだった？いや、前回に比べてみれば、今回は軽自動車が多ございまして。なんでやねん。いや、多かったんよ。大体70台のうちの8割ぐらいは軽自動車だよね。まあ、時間経って、まあね、普通車の方も、まあ、増えてやったね。でもやっぱ、やっぱね、俺のが一番かっこよくね。は？違うね、やっぱ。かっこいいのいっぱいあるけんね、もう。サンサン出ないですからね。いいですね。
ですね、今回はですね、まあ、HKS のインタークーラー、この辺がまあ取り付けるわけですよ、もうすぐで、まあ、あのバンパーの方をですね、まあ、簡単に外せるように今内側のネジ、あのフェンダーの内側のネジとか外してるんで、でまあそうですね、このクイックリリース、これをつけることで、まあ、このゴムを取るだけであのバンパー外すが、まあ、ある程度簡単に外せるようにな、まあ、商品ですね。で、とりあえずあのインタークーラー HKS のが来て取り付けてもらって、でその後に、まあそうですね、メンテナンスとかしやすいように、まあ、クイックリリースとか、あと、まあそうですね、バンパー自体を、まあ、今いっぱいネジついてるんですけど、これを、まあ、最終的に少数のネジで押さえるような感じで、まあ、5分ぐらいで外せるような感じに持っていきたいと思います。で、まあ、こいつですね、こいつを取り付けます。もちろんあの貼ったりっていうか、まあ、あのダミーじゃなくてほぎます。まあ、イメージ的にはこんな感じですね。何気にこの裏のフェンダー裏のネジを外すのは手間なんで、とりあえずこいつに変えようかなと思います。すると、まあ、作業効率が良くなるんで、まだインタークーラーは入ってないんで。